さてさて、スキー場にやってきますよ。スキーの工事5年あっても10年あっても多分乗れるんじゃないかと、十何年ぶりに何年か前に買ったんですけど、タンク系のスポーツっていうのは、はい、それでは今日は GoPro Max のアプリを使って自動で動画を作ってみたいと思います。はい、これはとっても簡単ですので、GoPro & GoPro Max お持ちの方は絶対に覚えておいたらいいものだと思います。 GoPro アプリを開きまして、こちらのメディアを開きます。この中でまずこちらを押します。選択して自動で動画作成できるものは、この中では、360度のものは使えないんですよ。ですので360度以外の GoPro Max ですので、ヒーローモードで撮影したものを使っていきます。こちらとこちらとこちらこちらこちら、あとはこちらとこちらってしますよね。はい、そしてこちらを押します。はい、それでは一番初めから見ていきましょう。これは今ただ選んだだけで勝手に出来上がるやつです。これ完全自動なんですよ。どのメディアを使うかっていうのをトントントンとやって設定できただけです。5年あっても10年あっても多分乗れるんじゃないかと、十何年ぶりに何年か前に買ったんですけど、タンク系のスポーツっていうのは、はい、どうでしたか。結構ね、何もしないのにこれだけのものができるってすごい楽だと思いません？例えばですね、これをちょっとだけ直したいっていう時にはこちら、すると今おすすめの58秒だったんですけど、これを例えば27秒にしたとしますよね。自動で27秒に合うようにまた抽出し直してくれるんですよ。あっても10年あっても、それでこのシーンはいらないなとか、他のシーン入れたいなとかあるじゃないですか。ただ時間だけちょっと選んで、それで自動でどんなものができるかって何度でも試してみればいいんですよ。ちょっとじゃあちょっと最大の1分30秒にしますね。さあどうですか、ね、1分30秒結構長いですよね。でそれを自分でちょっとずつ選んで、どのシーンを使おうかって見ていくのがすごい大変だと思うんですけど、それを合成して芯を自分で選んだりすることももちろんできます。あんまり簡単ですけど、自分の芯を使うだけで十分なんかおいいなっていうものができるんじゃないかなと思います。本当に素晴らしい。前回やりました。で、どうなる
はじめ靴の履き方が分からない。ワールドロックとホライズンレベルをオンにするっていうのと、あとキーフレームっていうのを一緒に使って十何年ぶりに何年か前に撮ったんですけど、タンクにこのバランス系のスポーツっていうのは年取ってもできますからね。シーズンめちゃくちゃ短いですけど楽しんでいこうと思います。難しい方ですね。長いですね。やっぱり1分38秒あると長いので、倍にします。これで終わりましたね。では、もうちょっと進んで、はい、手直しする方法です。こうしてこれをしてちょんとします。するとトリミングってありますよね。まあいろいろ他にあるんですけど、まず今回はトリミングだけしますね。さてさて、するとほら自動とマニュアルってあるじゃないですか。その中で今これだけの青いバーの中のこことこことここを抽出しますよになってます。でこの3シーンを選んでくれてるんですけど、例えばどこを使おうかなっていうのをこうやってさてさてスキー場にやってきましたら2つになるじゃないですか。でちょうどいいところ、これあんまりね他のところを選ぼうかなっていうとき、例えばこのバー全体を動かすこともできるんですよ。すると、あ、今一つになりましたね。もっとちっちゃく。こんなに雪が。さて、スキー。例えば。スキー場にやってきましたよ。一連の高原スキー場です。ここだけの一つにすることももちろんできますし。スキー場にやってきましたよ。で、ここにマニュアルってあるじゃないですか。このマニュアルを押すと、どこにしようかなって、こうやって動かして。ここかな。スキー場にやってきましたよ。でマニュアルにすると、さっきほら2つとか3つ選べましたけど、マニュアルにすると1つしか選べないんです。でどうしたらいいかっていうと、マニュアルで例えばこのシーンだけって OK しますよね。で戻ります。そしてもう一度このシーンを使いたいなと思うんであれば、このプラスボタンを押してもう一度このシーンを選びます。入りますよね。これをまたこっち持ってきます。持ってきます。ちょっといっぺんに動きませんね。はい。ここ。そしてトリミング。で先ほどこの一番初めだけ使いましたから、次はそれ以外のところで自動抽出するかマニュアルにするか。というのでまた選んでいけばいいんですね。でこれをすると、はい、選べました。このようにしてどん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 ちょんとしてトリミング、これでいいかな。 OK であれば OK で次のシーンでトリミング、自動はこことここ OK かな、手直ししようかなっていうのを繰り返していくだけなんですよ。簡単でしょ。うん、これでもうあっという間に出来上がりますので、テキストの内容ももちろん変えることができますよ。これをちょんちょんちょん、スノーボード完了にすると、さてさてスキー場にやってきますよ。スキー場の高原に行きます。1分37、1分37はちょっと長いですから、ちょっともう一度変えますね。じゃあ57、よし、はい、57秒で、はい。さてさてスキー場にやってきますよ。スキーの高原に行きます。始めたらだいぶちょっと変わりますよね。普通にパッと変えれば、もうこれを覚えれば、なんか日本の編集ソフトを使ってわざわざ編集するのは面倒だなって思うぐらい、本当になんかかっこよく綺麗にかっこよくできるんですよ。私こういうね素敵なものは作れませんからね。素敵なものを作れない人でもこのソフトを使えば素晴らしく出来上がることができる、ね、作ることができるっていうのが何年か前に買ったんですけど、本当にこれはオリのスポーツっていうのは、もしまだ覚えてないならぜひ覚えてください。
はい、ここまでですね。はい、ご視聴いただきありがとうございました。